新しい私いろいろ始める仙台いろは。皆さんの車選びのポイントは何ですか？今回は先進技術を搭載したいいねな車を調査します。いいね。やってきたのは仙台 BMW 若林店。おお、どれもかっこいいなあ。この車コンパクトでいいかも。ありがとうございます。こちらのお車は街乗りでも遠出でも活躍するプレミアムコンパクトの1シリーズなんですよ。去年フルモデルチェンジした BMW の1シリーズ、シリーズ初となる前輪駆動システムと多彩なドライビングアシストシステムにより安全かつ快適な運転を可能にしているんだとか。柿本さん、はい、こちらは何ですか？こちらはですね、スマホのワイヤレスチャージングになります。あ、充電されてる。はい、あとこちらの車には AI も搭載されているんですよ。 BMW インテリジェントパーソナルアシスタントは移動中に会話でコントロールできる AI 音声アシスタント。照明や車内温度など快適機能のリクエストに応えてくれます。仙台海の森水族館を選択しました。すごい、いいね。 GO。 踏んでいただいて加速がこうスムーズですね。スムーズですよね。あ、なあ、戻ったハンドル。ちゃんとした車線にはみ出た場合戻してくれるんですよ。あー、行き止まりだ。はい、どうしよう。他にも危険を予測し事故を未然に防ぐ、ぶつからないための多彩なサポート機能が搭載されています。ゆっくりゆっくり、はい、ゆっくりでいいです。はい、待って、勝手に戻ってる。着きます。はい、ブレーキです。おー、先進技術で運転をアシストするプレミアムコンパクト、いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。